皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、インフレに備えろということですが、まあ、金価格がずいぶんとこ上がってきておりますよね。まあ、円建て、ドル建てともに、えー、どん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 っていうような感じになっておりますが、皆さんちゃんと金融資産100に対して実物資産金や金貨を25%ぐらいお持ちになっていただいてますでしょうか。 あの仮に5,000万円金融資産を持ってたら4,000万円をマネ1,000万円を実物、ね、まあぜひそんなふうにしていただけるといいんですが最近ねちょっとあの私がこういろんなところでお話をするときにもう3年前5年前7年前からあんたの話は聞いてんだとで金をいっぱい持ってんだとだけど上がってきてるので比率が 金融資産との比率が随分とバランスが崩れてるんだけどどうしようかなとそういう方お見えになりませんかというふうにお話しすると誰も反応がないんですよねだってね今年でも4割ぐらい上がってるし6年ぐらい前からだと3倍ぐらいになってるので比率バランスが崩れてますよねそういうのも是非一度質問とかしていただけると本当はありがたいかなと思。 はい、えー、中国の一人当たり GDP 推移からこんなふうなことが読めるんじゃないんですかっていうのもちょっとお伝えしていきたいと思うんですが2022年の段階で中国人口14億1,000万人で一人当たりの経済規模 GDP はまあ1万2,800ドルぐらいですと。これ22年だからここですかね。 2 0 2 1 2二ここまあちょうど1万2800ドルぐらいですよね。はい、一方で毎回お話をしているインドなんですがインドは今1人当たりの経済規模が、えー、約2850ドルぐらいです。ということは中国の2007年2007年当時とほぼ一緒つまり 中国とインドは17年間ぐらいの時間差があるタイムラグがあるとまあいうふうにちょっと感じることができるんじゃないかと思いますね。私2008年の4月え北京オリンピックが2008年の8月なのでその4か月前に取材に行っていろんなデータを取って本を書いたりした覚えがあるんですがまあこの辺の時に言ってるんですけど。 中国のお一人当たりのお給料が月給が1万7,000円前後でしたね当時それよく覚えてますまあいろいろね取材した記憶があるんですがだから今多分インドは同じようなイメージじゃないかと思うんですね。で今中国の方は工場とかで働いていらっしゃる方もまあ8万円台ぐらいだし。 あのー、オフィス系で管理職の方だともう30万円ぐらいの給料になってますのでまあこっからねインドもこういうふうにこう上がっていくんだろうなと、まあ、いうことが容易にわかる。ねもう一回申し上げますと「中国とインドは17年ぐらいの時間差がどうもあるように見える」じゃあね。じゃあねじゃあ。 中国の方は今お一人だいたい金融資産をいくらぐらい持ってるのかなと。日本人は1768万円ぐらいお持ちになってる。まあ生まれたばっかりの赤ちゃんから100歳以上の方まで全部単純に割ってるだけなんですが、だ、では中国はどうかなっていうと、だいたい一人400万円強平均ぐらいで持ってらっしゃる。うーんと。 なるほどね。まあ我々の国のまだね4分の1以下なんですがでもこの数字もどん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 と増えていっています。まあ豊かになっているわけですね。ねじゃあじゃあインドはどうなのっていうとインドは個人金融資産と GDP が1倍同じなので今インドの GDP が152円で換算すると623兆円で GDP と同じ金融資産なので人口で割ると43万円ぐらいうんとこれね前回もお話をしてるんですがあの中国がね400万円を超えてきてる1人当たり個人金融資産で。 インドがまあその約10分の1ぐらいの金融資産ということはこれでね世界一インドの個人は金を保有しているわけですよ。ということはね17年中国と時間差があり今43万円がまあ17年後に412万,万円になるかどうかわからないけど人口が増えて で14億4千万人が17億人になって1人の金融資産が43万円が100万円200万円っていって増えてったらどれだけの金を欲しいと思って買おうとされるんだろうかとインドは何回も申し上げてますが自分の国で金が取れませんほとんどっていうことはほぼ全量を海外から輸入して買ってこないといけないわけですねだけど まあ歴史的にすんごい前から金大好きな国民性なのでお嬢さんが生まれたらね生まれた時は金庫を貯めてって買ってってお嫁に行く時にいっぱい持たせてっていうまあ風習が習慣があるわけですから。ということはこっから人口がどんどん増えて豊かになって中国に追いついていこうとする時に。 どれだけ金を買うのかなというふうに感じているんですね。まあ、個人国家中央銀行で3つ目 ETF が今金を買っているんですけどもその中のたった一つの国だけを取り上げても価格がずっとこう上がっていくんだろうなということは、まあ、痛いほどわかると思うんです。 ね、今どん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 上がってるけど争奪戦になってるわけですね。でねここ5年間日本人人だけけがが個人は売売りりり越しなんでですすよよ買うより売りのが多いわけです今もあ,のあんまりテレビ見ないんだけどもたまにちょっと見ると買い取りのお店に60代70代ぐらいの女性がいて家にあるこういうものを持ってきたけどいくらになるかしらと。 ね、30万ぐらいになると嬉しいんだけどって言って40万ぐらいになるとやったーとかおっしゃってますがそうやって日本人は金を手放してるわけですよ残念なことに、ね、あのまだ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 かなり上がろうとしてるのに残念ながら日本人は円安インフレに備えてないってことになるわけですね。 はい。今、2757ドルぐらいなんですが、こんなのもう通過点中の通過点で、ま,あ、まずは、ここ数年で、8000から12000ドルの方へ向かっていくと、本当に思っています。最後。まだ最後じゃなかった。あのー、私、一応、日本銀行の仕事もちょっとさせてもらっておりまして、 今度11月15日に富山県の小学校と中学校の先生方にお話をする機会があるんですがあの金融教育のどういうふうにやったらいいでしょうかみたいなのをねもわずかな時間でお話をするんですけどあのポイントがいくつかあってねそのうちの一つまずは未銭を切りましょうとねまずはできること簡単なことからやってみましょうと えー、携帯皆さん持ってる、ね、中学生ぐらい小学生でも今持ってらっしゃるけどあのポイント運用なんていうのはいかがですかねと先生方やってらっしゃいますみたいな話なんですがこれ私の携帯なんですが10月23日の5時に、あのー、これ水曜日ですね早稲田の水曜日90分の講義が3回終わって。 疲れたなぁと思って帰ろうと思って帰りの東西線で携帯見てポイント運用のあそうだそうだこれあの仕事の資料に取っとかないといけないって言って17時7分にカシャッとスクリーンショットを撮ったんですがえ追加足してったポイントが24,668に対して14,253ポイントまあ増えてますよと。ね これ見たらねちょうど2年前からこれ始めてたのであ2年間で57%増えてんだなと、まあ、いう形になっていましたこれ、えー、ゴールドコースですねな何でもいいんですよねポイントいろんなクレジットカードとかいろんなポイントもあるのでぜひねポイント運用とかから始めてみてくださいあと2つ3つのポイントは富山県まで来て聞いてください はい。さあ、最後。ということで、これね、さっきも申し上げましたけど、今年の正月明けから今、今、41%ぐらい上がってます。100対25にしてたら、100対35になってるってことです。25は、4割増えると35なので、ということは、もうね、このお正月ぐらいに、 ポートフォリオを組んで金や金貨を買ってみたいな方もあっという間に金や金貨の方が上がっていっちゃってるんですね。そんなこと言うとこの辺6年前から見ると3倍になってるわけです。100対25は100対75になってるわけです。もちろん100は130、140で増えてるとは思うんですけどね。ということで えー、ここ6年間では3倍っていうのは年率20%の6年ふくりなので、まあ、これも大変ありがたいことなんですがまあ私としてはね、えー、10年後に今1万3,500円ぐらいが10万円ぐらいになると思ってますのでイコール22%の10年ふくり利ということでここ6年間に起こったこととほぼ同じようなことが も含めてうすでにお持ちになっている方は、まあ、そのね、えー、保育を続けていただければと思いますしご家族とかね、えー、ご夫婦とかご兄弟とか、まと、あ、かいろんな会社の同僚とか、まああのー、皆さんがこうやった方がいいぞっていうとちょっとまた良くないので、まあ、この YouTube 見てみろよぐらいの話で結構ですから。 もう少し日本人は円安とインフレに備えるために金とか金貨とかを持った方がいいんじゃないかなと思うんですね。まあ今こんな風に計算してデータを出しています。ぜひあのポイント運用でも純金積み立てでもね、えー、構いませんのでしっかりとインフレ円安に備えてみてください。 どうぞ、あの二時間の本編では、さらに詳しいお話についてお伝えしておりますので、まあ、一度、この辺、マグマウからね、入ってみていただけるといいんじゃないでしょうか。どうぞ、引き続き、ご視聴のほど、よろしくお願いします。